星太郎先生、助けてよ。どうしたんだい、太陽くん。ソラちゃんと一緒にアイディアの試作品を作ったから、実際にターゲットに体験してもらったんだよね。でもアイディアの改善に生かせる検証結果をターゲットからあまり得られなくて、もう一回テストにチャレンジしたいんだけど、今度はもっとうまくやりたいわ。星太郎先生、テストについて教えて。なるほど。いよいよデザイン思考の最後のフェーズであるテストに来たんだね。このフェーズでは試作品を実際にターゲットに体験してもらうんだけど、価値のある検証結果を得るためには入念な事前準備が必要なんだ。事前準備？今までのフェーズでは特に準備に時間はかけてこなかったけど、テストフェーズでは必要なんだね。そうなんだ。具体的にどう進めるのか、コマ5のプロトタイプで扱った音声入力システムの試作品を例に取り上げようかな。音声入力システム？スマートフォンに搭載されているようなデバイスに話しかけるだけで文字を入力できる機能のことだよ。はあ、私もよく使ってるわ。料理中で手が汚れているときはスマートフォンに喋ってメモをしているわ。そうそう、その機能のことだね。それでは実際のテストの準備の流れを見ていこうか。テスト前、テスト中、テスト後の3つに大きく分けて解説するね。まずはテスト前だけど、テストの環境づくりが大切だよ。このワークシートを使いながら、事前にターゲットに伝えること、ターゲットから聞くことなど、ターゲットがアイデアを体験する環境をどう設計するかを考えるんだ。私たち1回目のテストでは全然準備していなかったわ。ただがむしゃらにやるのではなく、テストの目的を確認することが大切だよ。プロトタイプフェーズで試作品を作った時に立てた検証項目や仮説を振り返ろう。プロトタイプフェーズで使ったワークシートはこれか。そうだね。このワークシートも確認しながら今回のテストの目的を書いておこう。アイデアを形にして体験してもらうこと自体はすごく大事なんだけど、チームで何か検証項目や仮説を持っておくことで、より価値の高いテストにすることができるよ。なんだか理科の実験みたいね。最初に自分たちが立てた仮説を実験後に実際はどうだったか確認できると、気づきをしっかり得られそう。ソラちゃん、その通り。それだけでなく、テストフェーズで仮説を検証していきながら小さく失敗を繰り返すことで、いきなりコストをかけて高性能なプロダクト開発をして大失敗という状態になることを防げるんだ。音声入力システムなんて開発するのに時間もお金もかかっちゃうだろうな。それで失敗したら大変だ。もちろん検証したいことは複数あっても大丈夫。例えば今回の例だと、文字が入力される画面のデザインとかも大事な検証項目かもしれないね。それとテスト環境はターゲットが実際に課題を抱えているであろう状況を再現したいね。音声入力機能を使うのは複数人で会話している時なのか、手元が濡れているためタブレットに触れて手で入力できない時なのか、共感と問題定義のフェーズで得た情報やそこから立てた仮説をもとに、ターゲットが真の意味で課題を抱えている状況を考えられるといいね。なるほど。そのテスト環境を作るためにターゲットに事前にヒアリングしたりすることが必要なのね。2つ目に、テスト中についてだね。アイデアを体験しているターゲットの観察がメインになるよ。アイデアがうまく機能するかどうか心配で、僕は観察に全然集中できなかったよ。事前に観察中に確認したいことを整理できると、検証するべき点がはっきりするから太陽くんも取り組みやすくなると思うよ。
例えば、文字に入力されるまでのタイムラグがストレスになっていないか、表情や口調、仕草を見ることでわかるかもしれない。また、文字入力されている画面をどのくらいの頻度で見ているのか、どんな単語や文章を入力するのかなど、注目する点をワークシートに整理しておこう。注目する点なんてなんだかキリがなさそうだけど、特に気をつけて観察すべきこととかってあるのかな。そうだね。例えば、事前にターゲットから聞いていたことと実際の行動の間には矛盾があるかもしれない。そういった部分を見逃さないように、事前に注目する点を整理してテストに臨もう。最後に、テスト後についてだね。ターゲットにアイデアを実際に体験してもらって、どう感じたか、フィードバックをもらう準備をしておこう。例えば、自分たちとターゲットの間でアイデアに対する認識のズレがあったかもしれないよね。自分たちが横書きの音声入力システムをイメージしていても、ターゲットはもしかしたら縦書きの入力をイメージしていたかもしれない。確かに、テストフェーズではアイデアに対する共通認識を図ることができるタイミングでもあるのね。そらちゃん、その通り。あとは、これは難しいんだけど、テスト後にターゲットに聞くことは臨機応変に変えることも大事なんだ。事前に質問リストを準備していても、テスト中に気になることを発見したら、そこを深掘りすることも大切だね。ターゲットに事前に聞いていたことと実際の行動の間に矛盾を発見したら、深掘りして聞いてみたいね。一通り終えたら、ネクストアクションを整理しよう。テスト前に整理した仮説の検証結果がどうだったのか、そしてさらにアイデアをブラッシュアップするためには何をしたらいいのか、ワークシートに書いておこう。これでテストに向けて事前準備ができそう。そうだね。次は仮説をしっかり立てて検証してみよう。レベルアップ。テストフェーズで使える武器を手に入れて、君たちはさらに進化したよ。ここまでたくさん武器を手に入れてすごく勉強になったけど、デザイン思考はどうやらまだ終わらないみたいだよね。確かに、5つのフェーズを一周しただけでは課題を解決できそうにないわ。太陽くん、そらちゃん、気づいてしまったね。ここからがデザイン思考の始まりと言っても過言ではないよ。今までに手に入れた武器を使って、これから各フェーズの間を進んだり戻ったりしながら取り組み続けることで、真の課題解決ができるアイデアに近づいていこう。